沖縄ヤンバルで暮らすちょっと変わった3人家族の Vlog です。家族の年の差全員25歳ずつ、見た目はおじいちゃんだけど本当はお父さん、塩パパ、面倒を見てくれるのは年寄りから子供まで、ついにアラサーになりました塩ママ、海が大好き、チビを加えて3人家族、そんな家族の沖縄ライフ、塩リンチの人生にぜひ皆さんもお付き合いください。それではどうぞ。塩リンチの美味しい休日。はいさい、塩リンチのパパです。今回の塩リンチ、普天間基地内のフライトラインフェスに行ってみようかと思います。基地の様子をね、今回も、ライブ配信風でお届けしたいと思います。それではどうぞ。フライトフェスに行こうかと思います。フライトフェスなの？フライトフェスだって。だから、今ね、名護市内を出るとこなんで、ここから沖縄南のインターまで高速道路乗って、はい、そこから降りて普天間の基地基地に、うん、に多分ね渋滞すると思いますけど行ってみようかと思います。はい、それではどうぞどうぞ。うん、南降りて、あ、南降りて、茶壇の交差点、茶壇の交差点だね。うん、で、ここから宜野湾市に向かって普天間に普天間基地に行こうかと思ってます。普天間フライトラインフェスに行く目的は、今日はね、普天間基地はいろいろ基地問題がもうやたらやるじゃない、うん、ぐらい有名な基地としてはすごい有名な基地なんで、でその基地をこんな感じだよっていうのを教えようかなと、見に行きます。見に行こうかなと思ってます。はい、とにかく話題の基地。あとは、どのぐらい混んでるか。そうめっちゃ混んでるはず。混んでるはず、混んでないか混んでるか、どのぐらいいるか見に行きたいと思います。うん、人と車の渋滞と、そうそうそう、人の多さと、そうそうそう、ね、どれぐらい時間がかかる。ちょうど ね13時ゲートオープンで、今12時57分、3分前、ちょうど3分前にもうちょっとでオープン、オープンする。で茶壇にいるからあと一応20分ぐらいではで着くんだよね、現場に着くはず。何の渋滞もなければ20分で着くけど、それにどれぐらい渋滞するかなっていうのがちょっと見ものだね。うん、見たいと思います。なんていうの、どれぐらい、あとフライトラインっていうから、そう、飛行機、航空機のフェスなんで、うん、ね、いろんな珍しい飛行機、うん、戦闘機とかがあるんだよね。オスプレイが、うん、オスプレイ戦闘機もあるのか。戦闘機もあるよ。戦闘機俺よく知らないんだけど、日本もわからないですだから一応かっこいいのがだ撮って、うん、撮写真とか撮ったり、一応中も入れるのもあるからね。 中ってね、あの飛行機の中、中撮っていいやつと良くないパターンとなんか何個かあるよね。うん、撮らないでって言ったことある。運転席乗れるのもあったりするから乗るんだけど、そうそう、子供とかが、ね、乗るのは可愛いけど、子供はね乗ったらいい感じなんだけど、大人が乗ってるとちょっと邪魔な大人だと思われる。ちょっと何ていうの、もう専門的な人が見る感じなので、その3つを紹介しようと思います。あとね、最後にね、ピザが結構人気で、ピザ目的で行く人もいっぱいいるよ。びっくりするよね、うん、ピザだけ買って帰る人結構いな。マジピザだけこのぐらい5箱とか買ってから帰る人いるから、ピザはね大人気だね。もう先に買っておかないと、もう買いたい人は前売り切れるよね。前3時4時ぐらいに買おっかとか適当に言ったら、あ、もう売り切れた、ね、売り切れましたとか。しょっちゅう売り切れてるわ。全然買えなかったので本当に。あと基地の中の食べ物とか、うん、フードトラックとかもあるので、その辺は醤油にくるっと回る感じかな。私は見せたいと思います。まあまあ見せたい。俺はあんまりフードトラックは、まあ撮るけどね、
そうなの。いや興味ない。フードトラックは興味ない。うーん、何に興味があるの。オスプレイオスプレイが見たい。そうなのか。うん、そんな感じです、はい、では行ってみます。行ってきます。そんな感じでね、激混みの、フェスに向かいたいと思います。その渋滞です、渋滞かかるまでの時間お届けしようと思います。それではどうぞ。今日は塩がいないから、塩一人で留守番。すごいでしょ。それだし、うん、塩は友達と遊びに行ってるので、はい、今回はいないです。そうです。すごいね。でもだからね、子供がいないだけでね、ちょっともう気楽だよ。やっぱいろいろね、うん、並んだりとかさ、大変だからね。子連れでちょっとキチノフェス行くのは、ちょっと子供がかわいそうかな。そう、覚悟して行った方がいい。トイレ問題もあるし、だ本当ただただ並んでるだけだもんね。うん、暇問題もあるし、うん、で興味がないぞ問題もあるしね、うん、子供には地獄かもしれない、ひょっとすると、うん、中でまあ遊ぶ分にはいいけどね。いっぱい遊べるのはあるんだけどね、アトラクション。そこまでの辛抱が大変だ子供は。そう、うん、ね、中入って全部遊べるまでの 2,3 時間が大変だはずね、うん、でちょっと今日ぐらい天気いいとやっぱ沖縄は暑いからね、うん、焼けるはず。焼けるね、今日ね、久々に焼けそう、うん、俺たち色黒いっていう認識がそもそもね、今どちらかというとうちのしおりんじさん全員肌白いっていうイメージだ。いや中ぐらい、中ぐらい。冬は白い、冬は白い。パパは年中黒くない。いやでも今白いよ。白くないし、黒い、茶色い、茶色い薄い、薄い茶色。黒くなるのもっとやっぱ夏は。やだ、真っ黒は貧乏臭いよね。うん、薄茶色ぐらいがちょうどいい今ぐらい、はい、はい、今ぐらいで。で農作業を中止しないといけない。お庭で何かやると日に焼けちゃうわけよ。びっくりするぐらい。焼いてんじゃなくて。焼いてないよ、普通に。あの草刈りか草刈りっていうのはあれ芝刈り、うん、なんていうのビーって、あれあれが一番焼けるのよ草刈りが。作業内容関係なくない？草刈りよ。そう、うん、あと焼けるのはあのあれケルヒャー。そうそう、ケルヒャー。ケルヒャーめっちゃ気に焼けるのケルヒャー結構夢中で やるから。で水使ってるからさ、熱くないじゃん顔。そう、あれだ。これタイムラプスじゃん。あ違う、あのタイムラプス映像だけど、あのあれになってる。うん、だからね。そうケルヒャーはめっちゃ日に焼ける、気がついたら。でケルヒャーやるじゃん。で楽しいからさ、ずっと綺麗になるからもう楽しいじゃん、うん、でずっとやって、あのお風呂入ろう、お風呂じゃない、シャワーしようと思ったら、ね、びっしょびしょになってるわけ、汗で。でそのまま入るとあの日に焼けてる。超焼けてる時あるもんね。あれケルヒャー焼けだケルヒャーか芝刈りや。あの何芝生をさ、じゃあマジ今の色でもう抑えてよ。まあうん、白くはないからいいかも。俺も白い気がするんだよな。俺なんか白くない、茶色よ、うん、白い。焼いてない、あの焼いてんじゃなくて、なんだっけ、芝刈り、芝刈りです最初ね、あの移住したばっかりの頃、もうほんと10年前だよ。それこそリーカと出会った頃は焼いてたね。焼いてたの、あれは。焼いてたってか本読む俺本読むのに、あのそれこそハンモックみたいなやつがさ、で本読んでたわけよ外に、うん、そしたらめっちゃ焼ける。焼けるね。焼いてたんじゃなくて本読んでたら、まあ、焼けた。でも焼けるなっていうのを思いながら本読んでたから、まあ日焼けしてた。うまい。で焼いてた。焼きながら、焼きながら本読んで。でもいるもんね、焼きながら本読んでるおっさん。うん、いる。なんか茶炭とかでもない。いる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 。わかる。うん、いる。いるよね。うん、海辺に行くと本読みながら焼いてるおじさんいっぱいいるじゃん。泣いちゃだな。泣いちゃ。うん、わかる。で俺もその頃どっぷり、あ、やべえ。ごめんね、渋滞。ちょっと反対。あい、ちょうどいいじゃんこれ。あい。一番左車線が普天間行くところで。
そうそう、もう入れんかもしれん。やばいね、あ、やばいねこれ。あ、でも今赤だから、あ、ここ入れるはずね。青信号になったら、うん、私もちょっと左に入りたいと。ダメ、入れるところに入ります。はい、じゃあタイムラプスするよ。はい、よろしくどうぞ。いやー、大渋滞の末なんとか左車線に入れました。はい、こっからね、こっから普天間基地はもう何ナビ上ではもう出てるわけよ、左側に。本当だ、普天間飛行場ここにあるさ、ほらここ見える、これ見えるかな、ここ普天間飛行場丸々丸々丸丸歪ましても、うん、なんか歪んでない。そうだね、普天間飛行場もうすぐナビで見れるはずね。普天間飛行場まであと何分か、ちょっと待って、何キロか見てみる。何キロ、2キロぐらい、2キロもないんじゃない。普天間航空基地、あ、16分って出る。でも多分中の中までだから。ああ、そういうこと、基地中入ってから。基地の中ってねすごいんだよ、入ってからぐるっと回らないと。ゲートから駐車場まで結構走るよね。糸はどこ、一丁って言っちゃった。一丁はと 5.9m で16分。 5.9m? 5.9m? ごめん、 5.9km 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 結構遠いじゃん。 6km 6km もあるんだ。今1時17分で1時、多分リーカン予想30分後ぐらいにゲートかなにの入るぐらいか。その時は止めなきゃいけないのかな。うん、そうだね、感じです。ゲート入りますっていうのを、はい、何分になるでしょうか。今何分、17分、じゃあ1時半、よろしくどうぞ。リーカは1時47分だと思う。30分後ぐらいかな。あ、そうか、じゃあそれぐらいだと思います。じゃあもう一回始めてやりましょう、はい、どうぞ。ちょうどね、何分、何分、今2時3分。あ、結構さっき17分だった、なんかだったはずね、ぐらいかかった。いや、かかったじゃない、まだだから。まだか、まだだよ、まだだ。30分、とりあえず58号線からは中に入ってこれて、うん、まだゲートまではたどり着いてない、うん、でもゲートすぐそこじゃない。いや、まだだと。お、ほら、そうなの。あれ、じゃあ上がったっけな、ここ上がったとこ。いや、あともうちょい、このぐらいない。そこで門があって、ゲート入ってからそこからまたぐるっと回るんじゃない。そっか、じゃあもうゲートはこれ、ゲートはここじゃないかな。あ、ちょうどゲート見えるでしょう。うん、ゲート、あ、じゃあゲートはここね。でもこっからだいぶ、こっから駐車場までも、うん、めっちゃ広い、めっちゃ広いわけよ。よし、ちょっとゲート行くそうか。ゲートはしてる、うん、ゲートは中はなんか撮影禁止らしいからね、うん、中はね、基地の叱られるし、逆に道はね、カメラ取り上げられたことあるから俺。フェスの中はいいんだよね。中はいい、仲はいいけど、ここガマがあって、マヤ、マヤガマ、猫の、猫のガマ、あ、人、猫の、猫の、猫好きがガマにしてんのかな。あ、違う、でもお墓みたいなのもあるの、マヤガマ。後でなんか調べて載せときます。マヤガマってなんだろう。はい、ここがゲートなんで、ここゲートです。着いたから、ここはね、まだ大丈夫だはずね。結構かかったね。結構かかったね。でもまあこんな感じで、うん、でもテンション上がるね、やっぱ基地は。俺はまだだからね、これからだから。今から免許証多分見せて、あっちで、そうそう、ここでチェックするかな。チェックするかもしれない。あ、いい、外人さんが立ってるから。あ、チェックするね。機関銃も持ってるよ、怖いからね、うん、そろそろ動画止めないと叱られるはず。そう、俺はね、それをねずっと回してたことが一回あって、そしたら後でね、あのカメラ取り上げられて、全部消去してくださいって言われたことがあるわけ。はい、で一回消去したわけ。命がけない、うん、ね、命がけってことじゃないけどね。でも面白いね。あ、シートベルトちゃんと着用して、そう、シートベルトして、免許証を、免許証の準備して。怖いから大丈夫、まだは、ここも大丈夫だよ。そうなの、大丈夫大丈夫、免許証どうするよ、止められてか、嫌です。免許証と、俺らこっち、こっち、俺たちも気にするかね、叱られると嫌だから
免許証全部見せないでね。免許証、うん、情報がどこどこだけ見せる。顔だけだったらいいけど。こう免許証。顔だったらいいけど。あ、顔か。あ、番号とか。あと番号とか生年月日。俺これゴールドなんだけど、もうゴールドじゃなくなってるけどね。捕まったからね。捕まったから。こういうとこ。よいしょ。そう、もうすぐじゃ基地入るんで。基地入っ、うん。持ち物は免許証。免許証。だけ。そう。とシートベルト。シートベルト。とつけてる。子供は乗せてる。子供はチャイルドシートとか。いろいろ。すごい小さい子供ね。怖いポリスいるし、お大丈夫なの？まあ大丈夫だ、はい。ということで、じゃあここまでですと、はい、後から入ってからね。はい。じゃあね、バイバイ。怒られる、やばいだね。銃必要なかね。銃？あ、本当だ。あ、そこに。普天間の銃。銃、みんな持ってるね。あ、バイバイしてるよ。うん、誰が？本当だ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。いいね、いい、優しいじゃん。お、ここちょっとそのまま見て、ここからね、基地の中ずーっと走るわけ。え、音声入ってるよ。うん。ああ、歩いてきてる人も結構いるね。なんか今回のフェス、なんであんなやたら手振るんだろう。イエーイ。なんか普天間基地がフレンドリーに舵を切ったね。あ、そういうことかな。もうみんないろいろ、あの、何、いや、なんていうんだ。あ、これ見て、ヘリコプターあるよ。あ、本当だ。でかい。見えないか、ちょっと遠いよ。あ、ちょっと遠いな。ほら、本当だ。ヘリある。あれ、あ、普通に近づけるんじゃない。上がります。はい。おお、すごいすごい。うわ、気持ちいいね、これ。広。滑走路だよね、ここね。滑走路。滑走路は。おお、すごいじゃん。今全然普通に動画撮れてるけど、言われなかったからいいんだね。今からあっちまでよ。もうちょっと入った時に右側行っても、こっち、どっち、こっちから前に行くか。免許証提示ある。あ、提示あり。よし、じゃあこれ一回止めよう。止めよう。持っといた方がいい。持っといた。で、あとあの、か、あの、なんだ、バックチェックがあるやん。バックってカバンの中、その時お返しからね。で、めっちゃなんか伸び伸びした感がない。あれよね。わ、楽しいね、これ。今ね、画像上すごく晴れてるじゃん、うん、この後ろ側めっちゃ曇ってるわけ。大曇り。うわ、すごい空が広い。うわ、あれ、ここ歩かなかった前。すごい。止めてから。止めてからか。あー、すごいね。いやー、車の台数やばいでしょ。バイトだね、この子たち。よいしょ。うーん、すごいな。すごい。やっと入れた。約1時間で、今2時12分止まってから1時間か。うん、そうだね。ああ、結構やったね。お家出てからは11時ぐらい。おい、止めるのここ大変だわ、これ。はい、ゾロ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 ゾということで、基地に入ろうと思います。こっち向けないわけ。あ、こっち向けるか。こっち向けて。あ、やっと着いた。結構な時間だったね。はい、
降りてから並ぶんだよ、今からも。今から並ん でその時にまた、配信しようかな、はい、それここ撮れるの多分ね。行ってきます。行ってきます。うわ、着いた。気持ちいいね。ゾロ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 歩いてるわ、みんな。で、行く場所場所にトイレもいっぱい設置してあるわけ。あ、本当だ。うん。うわ、あ、先に何か入りたいな。はい、トイレ。携帯持つか。あれか。パパ並んでる。パパってさ、もう並んでるはず。だって先にやりたいじゃん。うん、じゃあ俺ここで待っとこうね。無事入れました。なんかすごいぞ。まだね、入ったばっかのとこだからね。緊張だったね。これ、フリマ？そうか。フリマだね。PNK か。フリマ、そうか。フリマだね。面白いの売ってるかな。ね。もうなんかカーの。本当だ、車の何これ。レーシングカー。そうだね。あ、だからこんな車がいたわけ。本当だ。あ、すごい。あ、今回はそうなの。なんだっけあの車。映画の名前忘れた。なんだっけ。これが目当てな人もいるわけね。スピードなんだこの、ね、なんだっけ。わあ、飛行機だらけだね。やっぱさすがフライトフェスだな。ね、あったね。かわいいちっちゃい飛行機。すごい。あれさっき見たやつ。あれは何？なんパトリオット。何してんの？対空間ミサイルですよ。なんちゅうの？迎撃ミサイルじゃない？見て、これかわいくない？どれ？この近い近いあれ。前のちっこいの。これ？うん。プロペラ？いやいいよ。これがさ、プロペラか。うわ、かっこよ。いや、戦闘機とかでプロペラ。いや、プロペラ。うわ、これがいいな。これ与那国行くやつだよ。行かないし。かわいい。これも初めて見た。あ、まあね、かわいい。ちょっとパパじゃないです、ママですね、映りたいのは。なんでパパが映る？映らない映らないよ。スイカです。映したいのは。あ、これ、はい、どうぞ。そんなのすれば。つけました。ママはこれ、でも新しいよこれ。かわいい。超めっちゃかわいいじゃん。いいじゃん。新品じゃん。超かわいい。新品だよこれ。ライトとかも。いやー。へえ。かわいい。ちょっとこれ撮りたい。うん。撮ってあげる？うわ、めっちゃいい。戦闘機とかも。これ何？なんかかっこいいじゃん。一人しか座れないやつ。うわ、めっちゃこれいっぱい乗れるよ。これ楽しそうじゃない？これよくあるあれじゃん。旅客機じゃん。よくね。グレーだから。うわ、いいじゃんこれ。あ、上乗れるよ。乗ろう。うん。これなんかアーミーの人が乗ってかっこない？うん、くるくる。みんなで帰る時もこれで乗ってから帰る。グレーに。乗ろうよ。なんか空いてるし。いいじゃんこれ。おお、かっこよ。やば。やば。子供たち。あ。わ、乗ろう。乗ろう。こちらは出口ですけど。あ、出口。ああ、そうなんだ。どこが出口？かっこいい。わ、すごい。うわ、危ない。でかい。でっかいね。あっちから乗るんだ。うわ、並んでるよ。ほら見て。あ、これ渋滞だ。すごい。これは
いいです。パスされましたママに。この普通の飛行機がいっぱい。なんかホースで消防が。え？ホース？消火訓練みたいなして。本当だね。あ、そっか。体験かな。消火体験。声は遠くでも入るのか。ピザは買えるのかな、まだ。ピザまだ買えるんじゃない？まださっき持ってたもん。ピザと人の砂糖、あとは飛行機見に来たんだよね。そう、ピザと人の差はもう分かったよね。うん。で、あと違うよ、俺オスプレイだよ。オスプレイどれある？どっかにあるんじゃない？どれかにオスプレイっぽいの。あの辺オスプレイじゃない？あの辺ないかな。オスプレイって絶対人並んでるよね。そう、うん、なんだかんだ言ってみんな好きだから。好きなの？知らんけど。これ？これ。あ、これやっぱり。うん。ね、本当だ。話題のスプレー発見しました。発見した。これでもミッションクリアじゃん。並んで乗るか。並んで乗ろう。もう前も乗ったか。なんかこの入り口を覚えてる。あそこかな。ちょっと乗ってみよう。あ、どこのだ、どこのだ。すごいね。かっこいいね。ね。かっこいいの俺だけかな。かっこいいと思ってるの。あ、やっぱ。一緒に撮ります。一緒に。イエーイ。Thank you。Thank you。あ、これだ。これで見えるはず。エリコ。オスプレイ。オスプレイ乗ります。やった。オスプレイの中身です。おお、すごい。すごいすごい。すごいけど。座る？オスプレイがあんまないな。あ、ママ座っていい。おお、よく綺麗に映ってんね。すごいよ、意外に。結構な、びっくり。わ、俺たちも座ろうっと。知らないか。知らなかった。あ、そうか。なんでわざわざ置いたし。そうだった。熱っ。いいしろ、リン、待って。すごい匂いです。すごいね。うわ、すごっ。やったー。わー、すごいぞ、このパイプとか。なんちゃうこれ、宇宙船じゃん。いや、めっちゃいいじゃんこれ。かっこよ。俺が変に異常に興奮してる。何屋さん？ワッペン屋。おこれが普通に。かわいいじゃんこれ。ね。あ、見て。ほら。あ、本当だ。オスプレイ用なんだ。飛行機や。うん。面白い。かわいいね。ね。かわいいけど。かわいいけど。15,000円。実は南の島さんでした。イエーイ。すごい。絶対会うと思ったら会ったね。すごい。ありがとうございます。あ、そうですね。バイバイ。すごい。すごいね、南の島さんに偶然会いました。まあ、いつか会うと思ってたけどね。フードトラック。フードトラック。美味しそう。これ何屋さん？スマッシュバーガー。おきめっちゃ美味しそう。スマッシュ
カーリーフライがあるじゃん。いくらなんて絶対高いでしょ。多分ちょっとハウマッチ。1300円。あー、土砂降るぞ。やば、雨降ってきた。土砂降るぞ。あっちの中で。やばいやばい、土砂降るぞ。土砂降り、土砂降り。あいや。やばい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 。カッサ。やば、めっちゃ降ってきた。みんな大雨で避けてるはずね。一瞬だよ一瞬。もうやんの？あ、もうやんだね。もうやんだ。もうちょい。ちょっと止めとくかな。カメラ壊れる。あ、3秒の土砂降り。3秒の土砂降り。終わりました。あ、気持ちいい、涼しくなった。逆に涼しくなったね。ねえ。うん。あ、本当だ。何食べようかな。何食べる？何食べるか。ピザは買って帰る？どっちでも。あのポテトも値段見る前に1300円ぐらいだ。ハンバーガー。あ、そう。あ、ピザあった。お、ほんとだ。ピザに向かって、ピザに向かって走るぞ。雨宿りだね。ヨーロッパ、アジアなど4ドル、4ドル、あ、ちゃうわ、これあれか。 OK everybody, please come up to the stage and please enjoy this cruiseEnjoy the world of Haru. 美味しいピザ。You can enjoy the traditional ピザとヒタイクやバーベキュー。ペパロニしかないですか？そうです。あ、オンリー。ペパロニでいいよ。やば、20ドル。ペパロニで40センチ？あ、じゃあ1枚でいいさ。おー、すごい。まあ、2枚でもいいけどな。あ、いいんじゃない？冷蔵庫じゃないよ。ドリンク2本コンボにする？うん、そうしよう。日本円だといくらですか？カードでも働いてる。3000円。カードでも大丈夫ですね。かけるか。うん、チーズぐらいいいんじゃない？そうだね。はい。あ、こっちか。おー、チーズかける。うん、かけて、はい。閉めて、はい、ちょっと沖縄っぽいやつがやってるステージ、ねね、カジマヤ。本当だね。あっち側反対側見てみるか。うん、もうこんな感じだよね。そうだね。わ、これいいよね。これ何、これお菓子と、これチップスじゃん。あー、なんだろう、いろいろ違うのかな。あ、これごと入ってるんだ。あー、ほんとだ、子供は喜ぶやつだ。やったー。どれにしようかな。ありがとう。わ、やった、俺これもらおう。一個なんかお菓子は、俺も同じやつにして。あ、バーベキュー。バーベキュー。これ。あ、それでしょ。やった、Thank you。ありがとう。イエーイ。バーベキューの。パパフリフリ。なぜか笑われたけどね。大丈夫大丈夫。おいしい。あ、ありがとうございます。うわー、すごい。かわいくない？かわいいね。スイカ入ってる。これ何？飲み物？あ、スイカ？すまんか。え、これ何？これココナッツか。濃いね。ココナッツ飲める？メロン。ココナッツ飲めるよ俺。うわ、面白い。あ、やだ。ありがとうございます。もらった。チャタンの
なんかおしゃれだな、おい。すごい。かっこいい。トランジットカフェってあのあそこだよね。チャタンのなんだっけ場所。本当だ。ねえ。うん、すごい。美味しそう。言葉が出てこない。スナベ？うん、あのスナベ。さスナベスナベ。ちょっとジュース飲みたいな。ママスプライト。冷えて美味しいよ。あ、そう。すごい。なになになに。どこどこ？上登ってる。ああ、子供。スカートじゃなかったらやるのにな。一周回ったね。一周回った。俺も。かっこよく飲みますって。なんで動くわけよ。ああ、ごめん。ごめんごめん。勝手についてくる。じゃあどうする？こんな感じの会場でした。ね、じゃあ行くか。あとはとりあえずね、ピザが買えたからね。いや、よかった。だからそれ でピザが買えたおかげでなんか早く帰ろうっていう気になる。ステージ前まで全然行ってないけど。ステージ前まで行かなくてもいいですよ。どうぞ。いやね、うん、で今何時だ。今3時20分。あ、ちょうどいいんじゃない。4時20分。4時20分。あ、ギリギリのぐらいだ。やばいね。帰ります。けどまだあの大きい。しおりの帰宅時間がね、だんだん差し迫っているので、少しだけ慌てて帰りたいと思います。お疲れで。はい。イエーイ。Thank you. いいね、ありがとう。すごいな、これ怖っ。本物？ Is that real? はい、いや。Very. Bye bye. Thank you. Is that real?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  これあれすごいな。薄さが。薄さが大事。うん。いや、すごいかっこよいよ。すごい囲まれてるね。あ、ねえ。あ、危ない。囲まれてる。おー。すごい。怖い。銃持ってるわ。ね。怖い。いつか撃たれる。なんで銃こんな持つんだ。危険な人がいたらバンって撃つ。いや、やっぱいるからかな。いるでしょう。すごいね。なんていうの、牽制？牽制？牽制っていうの。なんだろう。なんか抑える。抑制？抑制か。抑制だ、抑制。すごい、あのミサイル近づいてる？あ、いいよ、はい。違う、今撮ってたから写真。避けただけ。あ、そっかそっか。これ、どれがあれだと思う？何？すごい。これミサイル？エンジン？燃料？なんだろう？ここの先っぽはなんで尖ってる？レーダーじゃん。これ戦闘機ごと突っ込んでいくと刺さる。そうそう、でもこれ絶対レーダーだ。そうなの。戦闘機ごと突っ込むってのは特攻隊じゃん。だからかなと思って、あっちはミサイル。ちょっと下ってみようとか。すごっ。これ3つ？これなんだろう、タンク？あ、これミサイル、うん、これとかなんかリアルだな、魚雷っぽい。これは追跡型ですね。あー、なるほどね。多分そうですね、追跡型ね。リムーブ、リムーブ？ビフォーダック。ハロー。ハロー。あ、すごいな、戦闘機やっぱ面白いな。俺だけかな。俺男だけですね。やっぱそうかな。男の子はやっぱ好きなんだね。好きだよ、戦闘機的なやつ、うん、遺伝子に組み込まれてる。そうだね。女の子は？女の子は組み込まれてないよ。なんか組み込まれてるもんないの。家事が組み込まれてる。家事なんでよ、当たり前。そうだ、なんか作ったり。あ、そうだね、子供を育てたり。あ、
組み込まれてるわけ。ライオンと一緒かな、男の場合。はお世話は女の人がしてくれるじゃん。お世話に関してはね、うん、そうか。そろそろ出口だ。もうすぐ出口だね。バイバイ。バイバイ。すごい、シェパード、シェパード。近い。バイバイ。 OK。 はい。帰ろう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 。ちょうど充電もなくなるくらいだった。何時間滞在だったかな。20。それでは帰ります。お家帰ろうね。お家帰ろうね。結構一回雨も降ったし楽しかったね。うん。それでは皆さんさようなら。大銀まで運転頑張ります。頑張って多分今3時だから5時ぐらいかな。6時前か。そうだね。それぐらいに着こうかな。着こうかな。着きます。本当だ。フェス会場外からすごいね。あっちの方ね、ステージもあるし。どこら辺に。あ、結構広かったねここね。急にあの距離歩いたね。おー、すごい。はい。飛行機まだ飛んでますね。あ、そ、あんなところにめちゃめちゃなんか増えてない。ダメですとか言われる。イベント会場から出てね、今から基地を出ようかなっていうところなんですけれども、その前に基地内のフードコート行ってみようと思います。どうぞ。あ、サブウェイか。サブウェイだった。サブウェイがあったような気がする。ここら辺とか止めれるじゃん。ちょっと見てくれ。ちょっと見てこようか。大きいカメラはなしでいいか。フードコートはこちらです。これ行けるんだ。だからここは入れたけど、あっちは入れなかったはずね。どっち？ここは入れる。フードコートは入れる。あ、本当だ。フードコート出口から。じゃーん、じゃーん。あ、ピザハットか。あ、そうそうそう、ピザハットよ。 あそこが買えないのか。あ、ここで前お菓子も買えたの。あ、そうだそうだ。サブウェイとピザハット。本当だ。なんか匂いがする。すごい、しまった。あ、ここで売ってんだ。あ、本当だ。あ、お菓子ね。いらっしゃいませ、どうぞ。こんにちは。うまい。ジャーキーとかあるし。うわ、大きいの買ってくる。うわ、いや、でもなぁ、うわ、買い、どうしようかな。うわ、ちょっとマスキー、めちゃめちゃ変わってるわ、これ。こんにちは。モンスターもあるね。本当だね。うわ、これあるよ。ちょっと写真撮って見たいわけ。スタバの。え、エナジーって書いてあるね。これってエナジードリンクなんですか。そうですね。これはスタバのエナジードリンク。そうですね。ダブルショット。すごい。どんなダブルショットのか分かんないですけど。どんなダブルショットこんなの。すごい、面白い。これなんですか。これはあのレッドブルメーカーで、はい、セルシアスっていうあのフルーツ味の。へえ。エナジードリンク。面白い。うわ、すごい。どうするどうする。いや。これ見たことないけど。何これ。ほら、トルティーズ。あ、これあれか、ハロウィンバージョンなの。これは3ドルだから。まあ、はい、これじゃあ、まあ、さっきお菓子もらった。美味しそう。中でも買えますね。ね、買いたい人は中でもいい。これアメリカの本。アメリカの本。アメリカの本。中でも買えるから。あ、でも映画館ここあるよ。
映画館とかは入れないでしょ。映画館入れないのかな。入れないし。前はね、あっち食べたんだよね。前食べたね、そういえば。よし、これで本当にさよなら。バイバイ。本当はね、あっち買ってもいいけどね。本当だね、バイバイ。バックするとパンクするんだ。ゲートワン。バイバイ。普天間基地。また来年。年一か。年一だね。年に何回かあるよね。普天間は。今ね、茶炭。急遽大雨。ね、よかったね、タイミングね。ね。やばいね、よかった、あれまだ車に乗ってたら雨に降られて大変だったね。それから1時間半あと大宜味村のちょっと手前、すっかり晴れになってますね。沖縄の天気は本当によく変わります。観光で沖縄に訪れる方、空を見て当ててみてください。それも結構な楽しみになると思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もう少ししおりんちを見てみたいっていう方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンと通知設定、そしてインスタグラムよろしくお願いします。パパママの QR コード載せておきます。次回はですね、普天間基地のダイジェスト映像がちょっと、そして久しぶりですママの、料理動画アップしようと思ってます。それではまた野菜。